はい、どうも。皆さんはどっちです。今日は2018年4月の14日、2時56分です。よろしくお願いします。KP。
眠い。眠いけど脳が冴えてて眠れない。眠いっす。はい、こんばんは。解放お疲れ。こんばんは。眠し。はい、おはよう。今起きたの？早いね。モニターがおかしいな、これ。なんだこれ。ほんとプツ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 。あ、いいね、ありがとう。あー、ダメだな。モニターおかしいな。ダメだこれ。モニターがプツプツ切れる。どうにかなんねえのかな。あ、ヨガトツ、サングラス、なんだこれ、ありがとう。モニターがプツプツ切れるよ。寝てないというより眠りが浅い。ああ、ショートスリーパーなんだ。俺、めちゃめちゃロングスリーパーだから。どうなんだろうね。ロングスリープとショートスリープ。どっちがいいんだろうね。結論。いろいろあるけど。賛否両論。どっちがいいんだろうね。寝れない人なんだね。俺はもうバカみたいに寝る方だから、逆にね、俺はもうなんか自分が寝るっていうのは割り切ってるからいいんだけど、全然。何なんだこの新しいアイテムは。ありがとね。サングラス。なんか 1% って表示されてるけど何なんだろう。謎アイテムだね。またなんか新しいの始まったのかな。最高ね、36時間だね、俺は。36時間。一回も起きないで36時間起きてたね。それが最高記録、俺の。反転しないんだ。ふわっち絡みで初めて緊急電話使った。ほうほう。なんかあった。神経が高ぶっていて、何なんだろうねこれはね。過集中とかさ、こう自分が当たり前だと思ってた普通のことが
実は普通じゃなかったりするっていうのは困ったもんですよね。そうそう、母親が昨日あんたどこ行ってたって言って、なんかね、やったら疲れて目が覚めた時に、なんだこれと思って、で、普通に夜寝たのに夕方だったの。ああ、で、やっべえと思って、18時間ぐらい寝てたわーと思って、こう、新聞見てもテレビ見ても頭ぼやぼやするし、やったら喉が渇いて、で、おかしいなーとか思ってたら、母親がなんか、あんた昨日どこ行ってたとか言って、えと思って、日付見たら36時間経ってたんだよね。1日と半分だから、まあそりゃ頭もボケるわと思って。おかしくなるよね。過集中、そうね。だからさ、風立ちぬっていう映画を見た時に、涙をこう流れてきたのは多分そこなんだよね。なんか堀越二郎っていう主人公がいるんだけど、明らかにその過集中の世界を描いてて、要はね、現実世界よりも妄想の世界の方が現実っぽくなっちゃうのね。で、今日も朝起きて電車乗ってる時になったんだけど、パーって携帯電話ずっと見ながらいろんなこと考えてて、パッってこう我に返った時、あ、電車いつだろうと思ってパッて見たら、自分がどこの駅にいるか分かんないの。あれ？と思って、俺電車乗ったっけ？乗ってないっけ？みたいな。あれ、ここどこだ？あれ、俺何やってんだろうってパッて、どこにいるんだ俺？と思ったら、ああ、最寄り駅だと思って よくあるんだよね。そういうね、なんか子供の頃から持ってる、なんかこう、パニックではない、まあまあ、パニックではないんだけど、別に、あれ、俺、ここに、なんでいるんだとか、俺今、どこにいるんだみたいな、そういう感覚っていうのは、みんな持ってないんだろうね、普通の人はね。ウェア、100%になると、1分間、特定のアイテムの還元率が10%、10。ありがとう、上塾さん。そう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 、それであのツイッターだったの。あれって、俺今どこにいんだろうとか。あと、まあよく言われるのは、一人でブツブツよく言ってるって言われるかな。まあそれはね、放送の時だったらいいんだけど、ブツ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 言ってたりとか、放送の時でもあるよ。自分の妄想の方が、妄想してて喋り止まってる時とかよくあるんだよ。10%アップするんだ、ありがとう。最近グエアっていうね。なんか、だからさ、子供がさ、人形ごっこみたいなことをやってさ、妄想の世界に入ってて、ブツブツ言ってる時あるじゃん。あれが、要は、未だにあるみたいな。要は、自分では声出してないつもりなんだけど、こう、妄想の世界が、現実を凌駕してしまうんですよ。ああいう子供とか見ると、ああ、俺一緒だなーって思うんだよね。同じ同じみたいな。君の気持ちわかるよって。自分の場合は聴覚過敏の特徴。ああ、聴覚過敏もあるんだよ。だから、聴覚過敏は、なんて言えばいいのかな。持ってる持ってる。聴覚過敏もあるよ。だからね、デートするときとか遊ぶところって、俺、いつもカウンターのバーの端っこが好きだったりとか、端っこの席が好きだったりとか、あと、美術館とか、水族館とか、静かなところが好きなんですよ。なバーとかも、静かなバーは好きなんだけど、居酒屋とか大っ嫌いなの。もう騒がしいところが大っ嫌いなの、人混みの。それは、後で分かったことなんだけど、人の声がイライラするんだよね。はいはい、またね。そう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 。だから、ね、ヘッドホンつけてる人が多いよね。聴覚過敏の人は。なんか、まあ、生きづらいとまでは俺は思わないんだけど、なかなか理解してもらおうとすると、
理解されづらいのかななんて思うかな。本当はね、なんでみんなこんな平気でいられるんだろうと思うことがいっぱいあるわけですよ。でもなかなか伝わらないわけ。だからね、そういう部分では、だから親とかに理解されないっていうのは、なんか信じてもらえないっていうか、まあ嘘つき扱いじゃないけど、なんかそういうのはね、悲しかったよね、幼少期ね。自分が持ってる感覚を共有できる人が少ないっていう。あ、イヤーマフラーがないです。結構ひどいんだね。俺そこまでじゃないもん。でも逆になんかさ、消化過敏とか持ってるとさ、隣の隣の席の会話とかがさ、頭に入ってたりするからびっくりされることない。やたらさ、耳に入ってこない。俺だからいろんな人の会話とか、あそこのカップルの会話とか全部聞こえてくるから。だから聴覚過敏ってさ、本来の意味で言うと、こっちが俺は正しいと思ってるの。みんなはさ、脳にフィルターをかけてさ、聞こえないようにするのがうまいわけじゃん。俺らは聞こえたまんましか受け取れないわけだから。俺らが普通で、健常者が普通じゃないと思ってるかな、俺は。俺にとっての普通は俺だもんね。なんかさ、ツイッターについていろいろ考えてたんだけど、ツイッターってすごく、なんでツイッターっていいのかっていう、掲示板、要は匿名掲示板よりもツイッターの方が俺はいいなと思ってるんだけど、何を言ったかじゃなくて誰が言ったかっていうところがいいなって思うのよ。日本、匿名掲示板を好む人って、誰が言ったのかよりも何を言ったのかを重要視する傾向が強いと思ってるの。でも人間が生きていく上で、どんな実績だったりとか、どんな生き方をして、こういう結論に達しましたとか、こういう表現をします、こういう言論をしますっていう方が、人に与える影響って強いと思いません？だから、実は、何を言ってるのかっていうのを重要視するのって、俺、科学の世界とかだと思ってんの。科学だけぐらいかな。あ、裁判とか。で、なんで言うのかな。ほとんどの日常生活って印象とか全てじゃん。だから俺基本的にはさ、何を言ったのかを重要視する人っていうのが苦手なの。離れた場所の会話全然入ってくるよね、俺らね。だからさ、マルチで複数ブラウザで雑談20個ぐらい聞いてる感覚だよね。すげえイライラするよね。ああ、そうそう、全部の放送局を受信してる状態っていうか、俺は、ほら、配信で例えると YouTube とかの音声を5、6個つけて、とか20個ぐらいつけて、ずっとそれを聞かされてるような、頭痛くなるみたいな感覚だよね。わかるわかる。だから声のでかい人とか嫌いだし、酔っ払いが嫌いな俺、それでかいと思うもん。なんでこいつらこんな声でかいんだ、みたいな。あと、そういうところで人の会話が聞き取れないから、俺はすごい辛い。耳、はい、はいってずっとやるから、耳悪いの？って言われるの。でも耳めちゃくちゃいいんだよ、俺。そう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 。俺ね、よくね、だからね、この前も北海道から来たリスナーさんが会話してたんだけど、声が結構小さくて、何言ってるかね、結構聞き取れないことがあってね、あ、居酒屋嫌だなと思って、それは本人には言わなかったんだけど、ちょっと辛かったね。ちょっと辛かった。個室かね、やっぱ静かなところ。だから喫茶店がいいんだよ、俺人と会うとき。喫茶店が一番好き。喫
喫茶店で騒いでるバカいないじゃん。だからさ、コーヒー飲んでさ、普通に楽しく会話すればいいのに、なんで酒が必要なんだろう。なんなんだろうな、このお酒に対する嫌悪感って。なんかさ、バカを見るとさ、頭にくるじゃん。ああいう感覚に近いんだと思うんだよな。なんであんな声がでかくなったりとか、バカみたいに騒ぐんだろう。すげえやだ。なんか品がないよね、あと。単純に。あいわどつ。単純に品がない。お酒飲み嫌いだわ。私も聴覚と嗅覚の過敏症だからよくわかる。俺ね、嗅覚は絶望的にないんだよ。だからね、実はね、男の人ですっごい珍しいんだけど、色彩感覚半端じゃなくいいの、俺。なんかさ、赤と黒と白しか使わないからさ、色彩弱いように見えるじゃん。めちゃくちゃ色彩感覚強いの。あの、カラーコーディネーターとか、あの、目ってもともと女の人が良くて、で、男って10分の1が色盲なのかな？目って男って弱いんだけど、なぜかね、俺は目がいいの。で、嗅覚はもう絶望的だね。ゼロとかに等しい。口の中に入れないと匂いがわからないぐらいアホ。あ、そうなんだ。聴覚ダメなんだ。色彩感覚がいいのと、過集中と、あと、音はまあ、うん。未だにモスキート音とか聞こえるもんね。だからね、あの、映画撮りたいっていうのはシンプルなんだよね。自分が好きな世界観って音と映像ですごい作れるから、感覚は女性の方が強いね。っていうよりもね、あの、男の人ってね、あの、人間の中では欠陥品なんだよ。男の人っていう言い方あれかもしれないけど、生物として、あの、女がベースになって男って波形っていうか亜種なんだよね。だから変な言い方かもしれないけど、男って何のために生まれてきたかっていうと、狩りをするためと女の人を守るための2つだけなんだよ。あとはまあ精子を供給するっていうか。だからね、女の人の方が完璧な生物なんだよね。女が作ったんだよ、男。実は頭がいいように見えてすごくバカなんだよね。めんどくさいことを男にやらせるためにね、生み出したん。女が。だから筋肉も男の方が強いのは労働をさせるためでしょ。闘争をさせるためでしょ。労働も闘争もしたくないじゃん。だから男から、なんで女性の方が現代強くなっていくかっていうと、まあ、戦争を封じてることと、まあ、暴力を封じてることと、男の役割がなくなってんだよね。男の本能って戦争することだから、闘争とか。だから、すごく男がね、生きづらい世の中なんだよ、実は。だからもう、単純な話、仕事させるか、精子作らせるかしか、脳がないんだ。残念な生き物だよね。まあね、男の人もどんどん減ってるっていうかね、このまま淘汰される存在なのかもしれない。男は、でもさ、思うんだけど、芸能界の売れてる人ってほとんど何かしらの発達障害にかかってそうな感じがしない？なんかこれ俺の持論なんだけど、芸能界とかに
めちゃめちゃ多い気がする、発達障害は。で、なんでかっていうと、面白いから。考え方とか、俺ね、なんかね、ひろゆきって頭いいやつだと俺ずっと思ってたんだけど、最近ひろゆきって結構俺よりひどい、なんか発達障害系の脳みそしてるんだなっていうのがね、なんか子供の頃の話とかでだんだん分かってきたね。ひろゆきすっげえ頭良さそうに見えて、実はそれって根本病気から来ることなんだなっていうのがすごく多い。なんか超合理的に考えたらこうなったみたいな。だからあそこまでズーズーしく生きれるとかっこいいよね。ひろゆきってズーズーしいじゃん。すげえいい生き方してるよね。あとさ、すっげえ面白かったのが、なんかね、とある配信者がなんか俺が言ってる真逆のことを言ってたの。なんかお金は幸せにならないっていう話を僕よくするじゃないですか。年収600万以降から幸福度は上がらないっていう話をよくするでしょ。でくっそ笑ったのが、データがバッチリ出てるのよ。で年収1000万、年収600万ぐらいからどん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 幸福度は上がらなくて、お金が上がれば上がるほど、年収が増えても、要は年収600万までは相関関係があるのに、年収600万以上は上がってないデータのグラフを引用にして、ほら見ろ、お金が全てじゃねえかっていうバカなまぬしがいて、俺それ見た時の衝撃すごかったの。データをさ、見れない人っているんだと思って、それ本人にとっては、そのデータを見た時に、お金が増えれば増えるほど、年収が増えれば増えるほど、幸せになるっていう風に思ってるわけよ、その人は。で、それを見た時の衝撃ってさ、なんだろう、バカは死んでも治らないっていうかさ、あ、なるほど、世の中には理屈が通用しない人とか、何を言っても理解できない人っているんだっていう。で、ましてや、そのソースの逆になってる部分っていうのを提示して、自分のその、なんつうの、持論を展開しちゃうぐらいのバカな人には、もうこれ何言っても無駄なんだなっていうことを知って、こう、自分の中ですげえ感動をしたんだよね。爆笑をしたんだよね。だから、なんかね、その、生活保護完全マニュアルとかさ、憲法の話とか法律の話とか、よくしてるじゃないですか。いや、数字に弱いっていうか、根本的にもう答えが出てるものに対して解釈を歪める人がいるわけじゃないですか。で、そういう人に対してはさ、もう何言っても通じないわけじゃん。理解ができてないから。だから、話を理解できない人と会話をしても無駄なんだなっていうことを学んだ。全く意味がないっていう。要はさ、知ってこういう事実がありますよっていうことをさ伝えて、へえ面白いねとかさあ、こうなってるんだっていうのだったらさ、人間ってさ、俺の考えなんだけど、同じ結論に達するっていうのが俺の考え方なので、論争が起こるっていうのは、どちらかが一方が情報を手に入れてないから、要は情報に偏りがあるから結論として結論をこう結論がずれてしまうっていうのが自分の考え方なんだけど、そもそも元の情報っていうのを理解する脳みそがない人もいるんだっていうことにびっくりしたのよ、俺は。だからそういう人に対しては何を言っても無駄なわけじゃん。
だって自分で間違った方が正しいと思い込んで解釈をしてしまうわけだから、うん、なんかすげえ面白かったな自分の中では。何を言っても無駄なんだろうなっていう。でもさ、俺ね、世の中生きていく上だったら、そのバカの方が得だと思うんだよね。そう思いません？なんか結構、おはよう、バカになることって重要なのかなっていうふうに思い始めてきたよ。あ、バカの方が絶対楽しいよなっていう。な、バカに生まれたかったね。ねえ、バカの方が絶対得なんだよ。だからそのバカになるっていうことも大事なんだなってとは思うのよ。バカにディズニーランド行くとかもそうだし、なんだろう、バカを演じるのが重要。どうなんだろうね、どうなんだろうな。いや無理だと思うよ。ね、バカを演じてバカになれるぐらいって、それってね、内包してるもんだと思うから、うん、情報量は後から付け足せるからいいけど会話が成立しない。理解力がない場合っていうのは無理だよね。いくら説明しても理解できないから、情報が、間違った情報がプラスされるだけだから、うん、アインシュタインとかがさ、その生きてて辛かったろうなとか思わない？なんかすげえ、だって人類のほとんどがバカなわけじゃん。嘘とか気づいてしまう、知りたくないことも知ってしまう。あのね、嘘を見抜くかどうかはね、あの女性の方が長けてるの。なんでかっていうと、男って論理で嘘をつくんだけど、女の人の嘘を見抜く方って論理じゃないのね。あの顔が赤いとか要はさっきも言った色彩感覚が強い部分であったりとか、声のスピード、声の音の高さとかで嘘かどうかを判断してるのね。それが俗に女の勘は当たるってやつなんだよ。まあ女の人でも頭いい人いっぱいいるけどね、うん、な、酒飲みに対する嫌悪感って多分バカだからだと思うんだよね。酒飲んでるやつは基本的に俺バカだと思ってるから。なんだろうな、明らかに体に悪いじゃん。うん、お酒ってなんだろう、飲んでいいことがあまりないような気がするんだよね。自分が飲む分には別にそんな、うん、なんだろう、それでも嫌な方だけど、お酒を飲んで迷惑をかける人の、なんだろう、すごい嫌なんだよな、お酒を飲んで。で、それを酒を飲んでるからっていうことが言い訳として機能してるのがすごい許せないんだよな。何なんだろう、あのお酒に対する嫌悪感。よくバーやってたよな、タバコはほら体にいいからいいじゃん。体にめちゃめちゃいいと思ってるから、タバコはいいですよ。タバコほどいいものはないですよ。いや、強かったらでも嫌だな、俺は。声がでかくなるし、会話がバカになるし、その、なんだろう、バカを相手にするのって疲れるわけじゃん、基本的に。自分がバカになってる状態ならいいんだけど。だから、
これはあんまり嫌だな。自制できてる人でもあんまり嫌だ。酒を飲んでる人で好感持てる人あんまりいないもん。酒飲まない人の方がかっこいいよ、やっぱり。飲んでも2杯だね。飲んで2杯。2杯だな。だってそれ以上飲むっておかしいもんね。風立ちぬの始めから終わりまで泣きっぱなしだったおっちゃん来たで。やばいよね、あの作品。あの作品やばいよね。同感。さ、泣きっぱなしはなかったけど、もう序盤から泣かされたよ。あれ、えぐいなと思ったもん。本当に。あれ、宮崎駿の最高傑作だよね。あ、売ってる売ってる。4リッターとか。まあ、業務用だけどな、あれは。飲める。俺もね、全然酒は飲めるんだよね。頭痛くなる、飲んでると。全然ザルだよ俺。全然飲めるよ。あとね、嫌なのがね、お酒進んでないねとか言われる時、あれ殺意湧くんだよ。唐揚げ食べてる時、もっと唐揚げ食べろよとか言わないじゃんお前唐揚げ進んでないな、唐揚げもっと頼むよとか思わないじゃん。で、唐揚げ食べすぎて吐くとかさ、唐揚げ食べすぎて次の日会社休むとか聞いたことないでしょ。すいません、ちょっと唐揚げ食べすぎてうわーとかないじゃんだから酒飲みすぎてそうなるっていうことは、俺よっぽどのバカだと思ってるのよよっぽどのアホなんだよ。よっぽどのアホいる？知り合いに唐揚げ食べすぎてとか、唐揚げもっと食え、もっと食えみたいな。意味がわからないでしょ。いや、自分の食べたい量を食べたい分だけ食べますからっていう話じゃん。もうただの拷問だからね。いや、俺はそれをされてる感覚なんだよね自分のペースで唐揚げ食べさせてみたいな。うん、酒が飲めないと出世できないとか言われてるのは仕事できない社長でしょ間違いなく、うん、大物になれないとか。それさ、なんか自分が酒飲みだからって言ってさ、なんかおかしいよね、そういうのね。酒飲めなくて大成してる人なんか世の中に腐るほどいるけど、俺がもしそこの会社に勤めてて同じこと言われたら、すごい頭悪いっすねって普通に言っちゃうもん。世間知らずにも程がありますよ社長って俺平気で言えるよ。まあそういうこと言うからクビになるんだけど頭悪すぎるでしょそいつ。いや、だから嫌なんだよ酒飲みと会話すんの。バカすぎる。酒飲んでない時にそういうこと言わないじゃん。酒飲んでる時に言うってことはバカなんだよ。いや、バカですねって言ってあげればいい、いっぱいいますよって酒飲まなくても成功してる人いっぱいいますよって教えてあげればいい。でもなぜか怒るでしょなんで怒るんだろうね。風立ちぬはいつ頃見たの、あの映画を。あれはでも理解できる人と理解できない人がもう極端に分かれる映画だろうな。あれはバカ向けに作ってないかんね。宮崎駿が普通に子供に映画を作るっていうタガを外すと、ああいう作品になるんだって。あんまり評価されなかったね。これとんでもない、とんでもない作品だと思ったけどな。
実は恋愛を描いてるようで、恋愛と対極にあるっていうのがすごくいいって思った。なおこ、愛せなかった男の話だから、あれはすごいいいよね。はい、いらっしゃい。いやー、リアルタイムで見た。すごいいい作品だよね。俺、映画館3回見に行ったの、あれが初めてだもん。発達障害って勉強できる人多いと思うけど、そんなことないんですか？ないですね。はい。ないです。むしろ IQ 低い人も、健常者に比べて多いぐらいで。これね、ゆさんね、それね、精神障害に対する語弊なんですよ。だいぶね、ずっとそれとは戦ってるんだけど、右腕がなかったりとか、目が悪かったりとか、要は身体障害者って言われてる人って明らかに目視で確認できるの。あ、この人右腕ないんだなとか、左足ないんだな。あ、耳が聞こえないんだなとか、わかるじゃん。で、知的障害者とごっちゃにしてるんですよ。知的障害者っていうのは脳の IQ が低いことを言うの。75から知的障害者なのかな、軽度の。で、今度、精神疾患っていうのは、勉強ができる、できないっていうのは、あ、まあ、発達障害はってことか。あんまり関係がないのよ。例えばさ、頭が超いい人は、うつ病にならないって言われてるような感覚なんだよ。意味がわかんないでしょ。よくよく考えると。いや、頭がいい人も頭が悪い人も、何でも鬱になる可能性はありますよねっていう。そう。調べてもよくわかんない。発達障害で成功してる人っていうのは明らかにいるんですよ。例えば、俺はスティーブ・ジョブズであったりとか、まあ、最近で言うと、まあ、羽生さんとか、将棋の羽生さんとか、藤井さん、少年の中学生の子とか、あと一郎とかって、俺はもうどっからどう見ても発達障害だと思うんだけれども、本人が自覚ないの。あくまで障害っていうのは、社会的に生きづらい時に申請をして病院に行って受けるものだから、特性が噛み合うと別に障害ですらなくなるわけ。だからね、発達障害ってここ最近発見された病気でもあるんだよ。なんでかっていうと、適応できてる人がいるから。だからね、よくわからないって言われてもそうだろうなっていうふうに思う。感覚が全然違うんだよ。IQ の基準は手帳発行する役所で違って70と75のどっちだか。あ、そうなんだ。東京はね、75だね。都道府県で違うんだ。へえ。知らなかった。まあ、IQ70 でも75でも、やっぱり明らかにもうそれは感覚でわかるよね。あ、この人、IQ 低いんだっていうのはもう体感でわかるレベルだね。70とか75っていうのは。IQ の基準？IQ そのものが基準を設けてるからありますよ。IQ っていうのは年齢で測るものなんですね。で、僕は33歳なんですよ。で、33歳の平均値っていうのが IQ100 なの。わかる？ 33 歳の時にテストを受けて、全員のデータを平均化したものが IQ100 なの。だから、つまり普通の人って言われてるのは IQ100 前後なのね。で、頭がいいとか頭が悪いっていう許容範囲って言われてるのは前後10ぐらい。IQ90 でも健常者だし、IQ110 ぐらいでも健常者。で、東京大学の、学生に IQ テストをさせると大体120ぐらいになります。IQ120 っていうのは東大生レベルだと思ってください。頭が明らかにいいっていうのは20ぐらいの差。だから IQ20 下がるっていうのがどういうことかわかるでしょ？ IQ80 とか70とかになると、明らかに目視でこの人は障害持ってるんだなってわかるレベルだよっていうのはそこよ。で、人類のね、すごい大天才って言われてる人とかでも IQ180 ぐらい。要は、なんて言うんだっけ？そういうの。データの取り方。ちょっと、用語が出てこないんだけど。IQ の基準は100。普
普通の人は100で、あ、まあ100以上だと頭がいい、100以下だと頭が悪いっていうふうに思っておいてください。で、子供の時は IQ の差が出やすいです。で、それは何でかっていうと、早生まれと遅生まれがあるでしょ、年齢って。自分の測ることもできるし、学校で測られてるんだよ、実は。公表されてないだけで。だからさ、小学校の時にさ、期末テストではないですけれども、テストやりますっていう時あったでしょ。で、わけのわかんないさ、テストやらされた記憶あるでしょ。あれってクラス分けの時とかに使われてんだよ、実は。隠れて IQ は測られてるんですよ。クラス分けってみんな知ってた？あの、頭がいい人と頭が悪い人、平均化するようにクラス分けって実はされてるんだよ。だから運動能力が高い人とか、その学年の中で、あの、平均化するように。だから先生同士がね、あの、この子欲しい、この子欲しいって取り合いになる。で、A、B、C、D、E の順番で、優秀、その、なんだっけ、あるんだよね、そういうのが。闇だよ、闇。知ってはいけないことだよね。頭のいいやつの、あの、A クラスとかだと、超頭がいいやつっていうか、が A 組にいたはずなんだよね。俺はね、IQ91。うん、あ、91じゃない、81。俺、IQ かなり低い。あいはだつ。祖母が教員だったから、クラス分けの裏話は聞いたことがある。ねえ、なんか残酷だよね。で、その IQ テストっていう、あの、まあまあ話、じゃあ U のさ、発達障害ってどんなものなのかっていうけど、IQ テストって呼ばれてるものには、言語性 IQ と動作性 IQ っていうのを2つに大きく分けると2つあるので、各ね7、8項目ずつぐらいやるから、ね、テストをね細かく分けると15個ぐらいのバラバラのテストを受けるので、平均 IQ は俺明らかに普通の人よりも低いんだけれども、動作性 IQ であったりとか言語性 IQ のとある一部分だけが突出して高かったりするの。平均化するとだから81なんだけど、特定の分野をさせると120とかになっちゃうの。俺は発達障害って呼ばれてる人はこれ、要は平均 IQ が高い人も低い人もいるんだけど、バラバラに数値が出ることを言うの。つまり何か特別IQ が高いところと、なぜか知らないけど特別 IQ が低いところが出てしまうっていうのが発達障害。うん、あと、ピアノができるやつクラスは一人いるよ。あ、そう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 。そう、そうそうそう。あの、合唱コンクールの時ね。あ、そうなんだ。IQ テストやるよって言われてたんだ。そうそうそう。要はみんなが普段使ってる IQ っていうのは平均 IQ ってやつの。で、クイズ番組とかに出る、IQ テストってあるじゃん。図形の関連性を、こう、見たときに、A と B と C の図形から選びなさいみたいな、図形の問題あるでしょ。あれは、動作性 IQ っていう、その、やつ、なんですよ。の一種類のテストの。だあれが IQ テストなわけじゃないの。で、あれをやらせると、俺は IQ140 ぐらいいきますね。線グラフにすると発達障害デコボコになる。そう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 。要はデコボコになった状態の人のことを発達障害っていうの。で、どのデータが低くてどのデータが高いっていうのは正確に関係があるわけじゃん。得意なことと苦手なこと。だから発達障害って言っても人によって症状がまるで違いますよっていうのはそこなの。で、まあまあ発達障害の人がこういうことで悩んでるっていうことにはパターンがあるんですよ、ある程度。例えばさっき言った聴覚過敏って言って、音にフィルタリングができないから聖徳太子みたいに会話が全部聞こえちゃうっていう、理解できるかどうかは別問題として、あとまあ色彩感覚とか嗅覚だったりとか、あと過集中って言って周りの声が聞こえないぐらいの集中力を持ってたりするのね。で、それはすげえいいことじゃんって言われるんだけど、実はめちゃめちゃ脳の効率が悪いことなの。要はマルチタスクが全くできないっていうことだから、普通の仕事に向いてないの。そう。
あ、そこのテストの結果がね、俺はね、132とかだったね。生放送でやったことあるんだけど。そこのテスト130番台だね。メンサにギリギリ浮かんないぐらい。メンサは140前後だから。残念ながら僕はメンサには入れないんですよ。やってみるといいよ。あ、でも、そこの IQ テストっていうのは、だから偏りがある IQ テストだからね。世間一般で言われてる IQ テストは、ウェイス3っていうテストだから。まあでもね、別に、自分の日常生活が普通に遅れてるんだったら、別に IQ 高くても低くても、あれだよ。要はね、学歴が高かったりとか、いいところに行く学力があるんだったら、普通に IQ 高いから。あれだよ。裏口入学とかさ、親が金持ってて入学してたっていうなら話別だけど、普通の家庭に生まれて、普通に受験に受かっていく頭のいい人たちだったら、まあ、油断で高学歴なわけじゃん。お嬢様ってわけじゃないんでしょ。だったら普通に IQ は高いんだと思うよ。記憶力が、いいわけだから。答え変えちゃう人出るよね。何なんだろうね。よくさ、話とかもさ、ネタとかスプーン曲げとかやってるとネタバラシする人とかいるんだけど、なんかネットのつまんないところだなって思うよね。なんかそれをして誰が得するのかって言ったら誰も得しないんだよね。書いてる本人だけなんだけど、なんか俺すげえだろうって言いたいんだろうね、多分。なんか楽しませることが本当は尊いことなのに、それができない人っているよね。そういうことよ。だってもうまさに障害とか弊害っていう害の字の中に、社会生活が普通に営まれるのであれば問題ないっていう概念が入ってるわけだから。でもね、やっぱりね、俺イチローのインタビュアーの対応とかをもっと広げた方がいいと思ってて、イチローってさ、野球のインタビュアーに対してすっげえイライラしてて、すっげえ怒鳴り散らしてんの知らないでしょ？普通の人って。無視したり平気でするんだよ。だから、実はマスコミ嫌いで超有名で、そういう部分ってさ、メディアって報じないから、だから宮崎駿とかも俺そうだと思ってて、めちゃめちゃ性格悪いじゃん。俺その性格の悪いところが好きなんだけど、なんか、その天才が持ってる業っていうのかな。宮崎駿なんかめちゃめちゃ嫌なやつだからね。俺分かった、すげえの発想は、すげえ、実は誰も幸せにしないっていう。な、生放送に向いてることと生放送に向いてないことって結構あるなーって、配信やってから思ったもんね。あ、こういう世界なんだと。いや、結構ね、有名だよ。もともとね、実は普通だったんだけど、プロデビューしたばっかりの頃、追いかけ回されて嘘ばっかりつくから嫌になったの。だから結構怒鳴ったりとかすんのよ。お前その質問考えてんの？とか。なんでそんなバカな質問に答えねえといけねえんだよ？とか普通に言ってるよ。
あと無視したりとか。まあまあそれで全然いいと思うけど。だから生活保護完全マニュアルとかやってて葛藤があるもんね。なんかさ、その理解できる人にさ、社会ってこれでいいのかなっていう問題提示をした時にさ、みんな自己都合で考えるじゃん。で、やっぱり思ったんだけど、日本って民主主義やっちゃいけない国だなって思うもん。だって明らかにさ、不幸になる、自分たちが不幸になる方向に全力で、投票したりする国民なんだなっていうふうに俺感じたもん。えって。国全体が良くなったりすることを選ばないの、この人たちっていう。自分たちが不幸になる方に投票するんだっていう。公開するっていうか、なんつうんだろう。知らないことに対して憤りは感じないのっていうことを俺は考えるわけよ。明らかに自分たち、要は、なんつうんだろう。一部の権力者たちが儲かる方向に、こう物事が勝手に進められてて洗脳されてるのに、なんて言うんだろう、データを見た時に怒りがこみ上げてこないっていうのは俺結構やばいなって思ったもんね。いや、だけど俺無理だって思ったね。今ちょっとね、悲しいんだけど、これいくらやっても変わんねえわって思って。もうね、頭がいい人とか一部の特権階級に政治をやらせた方がいいなっていう感じ。もうね、ダメだわみたいな。要はね、変わることよりも続けることの方がいいんだなっていう。結果不幸になるとしても変わることが怖いんだなっていうことをね、痛感してる最近。変わりたくないんだろうなっていう。だってさ、タックスヘイブンの問題であったりとかさ、ああいうものって世界レベルで言ったらさ、暴動が起きてるわけよ。どこの国でも。で、なんか、ボランティア、ボランティアとか騒いでるじゃん。俺ね、ほんと大丈夫かよって思ったもん。ボランティアってすごくダメなことなのを理解してないわけよ。ボランティアってやることがいいことだと思ってるでしょ。だし、ボランティアでかなりの搾取を受けてるっていうことをさ、多くの人が知らないわけよ。だからさ、無料は正しいとかさ、無料でやることは正義だっていうのってさ、もう資本主義ですらないわけじゃん。大丈夫かよみたいな。だからさ、なんとなく生きてる人が多すぎるんだよ、多分。でもさ、そこに対するさ、俺もそっち側の人間だから、そういう本とかで勉強してさ、あ、これやべえなっていうことが分かった時にさ、みんなやばくないって言った時にさ、わかんないって言われたらさ、ええってなるわけじゃん。で、不思議なもんで、これワード面白いよってわかるよって言う人ほど稼いでる人なんだよ。だからこれって皮肉なの。理解できる頭のいい人は 成功してるんだよ。で、弱者救済とかのために、いやいや、これ問題あるよねって言うと、逆に怒られるの。すげえ世の中だなと思って、この活動を続ければ続けるほど、弱者のために情報を公開してるのに、弱者から反感を買うっていう、すごいでしょ。だからね、これ続けていく意義あるのかなっていうのはね、感じるよ、すごく。なるほどって。理解できる脳みそがあったら社会的弱者にはならないのかっていう。いや、だから、別にだって言うはさ、旦那さん、高学歴で旦那さんめちゃめちゃ稼いでて、別に生活保護と無縁の生活をしてるわけじゃん。だから良かったよっていう人は困ってない人なんだよ。
いやだからそう思う人はいるはずなんだけれども、だから構造上その難しい、わかんない、何なのって言ってる人たち、もうこんな話面白くないって言ってる人たちの方が貧困になってくっていう。ちょっとトイレ行ってくるわ。下の人間がさらに下を探して叩くほど悲しいことはない。でもね、それってね、多分ね、本質なんだよ。もうね、ルサンチマンって言うんだけど、そういう考え方をする人間のことを。要はね、もうダメなんだよ、多分。そういう人たちを、なんか変えようとしたりとか、そういう人たちを、こう、なんていうのかな。無理なんですよ。ほっとくしかない。受け入れますよ。受け入れます。なんでかっていうと、この家は家族制度だから。あ、この国っていうのは家族で収入を区切ってるから。要は世帯主って呼ばれてる人はそういうこと、扶養義務が発生するの。扶養義務っていうのは養うことなんだけど、だから世帯主になるっていうのは責任のあること。要はね、核家族を前提とした法律なんだよ。要は、この国っていうのは、家族の中で食えない子がいたらみんなで養うよねっていうことを前提に作ってる法律なの。要は、家族がバラバラになるっていうことを想定してなかったの。だ家の中に住んでいたら、扶養義務が発生するから、もし、子供を養わなかったら、親の責任で刑罰を与えないといけないんだよ。でも、子供が家を別に住んでたら、子供は生活保護を受ける、あれはあるよ。うその話はもう古いんじゃなくて、俺は法律が追いついてないっていう。今後はじゃなくて、もう来てるから、とっくに。俺が小学校の社会の授業で習ったことだから。その話はもう古いね、じゃん。もうすでに来てるんだよ。今後はどころじゃないから。いや、習ったよ、俺。小学生の時に。
頭がいいとか頭が悪いとかじゃなくて、普通に、なんだろう、そういうことじゃなくない？俺も勉強してないけど、俺は今後頭がいいって言われてる人たちは思考力があるかどうかだと思ってて、データをその詰め込むことっていうのはあんまり、いや暗記物にあんまり、なんだろう、暗記物の意味がなくなってくるとは思ってくるけど、なんで小学校授業受けなかったの？行かなかったの？小学校はほぼ行ってたな。あんまり面白くなかったけど、グラウンドで遊ぶのが楽しくて勉強をほったらかしにしてた。あー、でも本来さ、勉強ってめちゃめちゃ楽しいことじゃん。だからね、俺ね、学校の先生がどういう風に教えるのかってすごく重要なことだと思うんだよね。今日はね、素っ裸だからね、晩になるからね、今裸なんですよ。うん、だからまあ、トマ・ピケティもマイケル・サンデルもいらない世界なんだよ。トマ・ピケティを誰も必要としていない世界で、その世界に住んでいる人ほど本当は重要な情報なのに。ピケティの苦しみだよ。ピケティは一生懸命何十年も研究をして、こう弱者を救済したくてやってるのに、ピケティの話を聞くのは高学歴の超インテリしか話を聞かないっていう、これ皮肉でしょ、もう、いいでしょ、もう笑うよ本当に。空から大金が降ってきたらなっていうことが、いかにそのつまらないことかよ。いかにつまらないことかよ。降ってくるわけないじゃん、そもそも。だし、その降ってきたお金を拾ったところで、そのお金に価値はないよ。そう思いません？それを言っちゃうっていうことは、自分の生き方を否定してるわけよ。お金は作るもんだよ。
もっと言うなら、お金に振り回されてる時点で負けだよ。そのお金で買えるものって何もならないものだよ。そう思わない？だからよく言うんだけど、あのね、お金があったら何かができるって言ってる人は何もできない人なの。で、あの、お金があったら何かできるって言わない人いるでしょ。そういう人にお金が舞い込んできます。そういう人にお金が降ってくるの。要は、行動が先なのよ。で、結果お金がついてくるって、もうどう考えてもそうじゃん。だからできるやつはね、金なんかなくてもなんかやってるよ。お金が欲しいなら働きな。うん、お金もらえるよ。仕事をしな、仕事を。人の金で生活する。俺人の金で生活してないよ。うん、自分のお金で生活してますね。誰からも借りてないです。っていうか、お金そのものに誰の金ってそういうのはないよ。働いてサービスを供給したものでいいなっていうものにお金が集まるだけだから、ただそれだけ。なんでか、お金は流動していくものだから。わかるかな？お金はそんなにいらないんだ。俺は生活できたら全然いいね。あとはまあ欲しいものが買えたらいいなぐらいで。まあ今は映画作る機材が手に入ったらいいなとは思ってるけど。まあまずは生活最優先だね。だって100億円とかあってもいらないもん。俺はお金そこまで大事じゃないね。3番目ぐらいに大事だね。3番目ぐらい。あのね、俺が欲しいものってね、お金で買えないものだからさ。金で買えるものってさ、別に買えばいいだけじゃん。そう思わない？買えばいいんだよ。で、足りなかったら貯めればいいだけだから、そんなに重要なものじゃないの。これは年を取ってくるとわかるよ。なんかお金に振り回されなくなったのどれくらいだろう。ありがとうございます。カメラ台にさせていただきます。ありがとう、てみ、ありがとうございます。 Thank you。 もちろんもちろんもちろん、最低限の金があってっていうのは、要は生きていくことでしょ。でも生きていくだけで幸せじゃない？あの、まあもちろん、あのマズローの5段階欲求説って言うんだけど、スケベジジーさんが言ってるのが、生存の欲求って言われてる部分のことを指してると思うの。要は衣食住を整えないと自己実現の欲求、まあ一番高いステージが自己実現の欲求って言われてんだけど、うん、俺はまあでもまあ心の在り方でそこは克服できると思うよ。まあ、仏教なんてそういうことを言ってるわけじゃん。うん、いや、あのね、稼げるようになってわかるものっていっぱいあるよね。稼げない頃も同じ考え方だったけど、稼げるようになって、やっぱり、まあ、やっぱそうだったなっていうだけで。あんまりね、やっぱお金って重要じゃないよ。っていうか、お金で解決する部分って結構楽な問題だよね。本当の深刻な問題ってお金で解決しないもん。だから俺は、なんだろう、金で解決するものは別に解決すりゃいいぐらいにしか考えてないね。なんか金はすごいなんかありがたいものとか思ってる人を見るとね、なんか大丈夫かなこの人って思う。ありがとうございます。くずこさん、ありがとう。サンキュー。
なんかね、別にお金がなかったら働きゃいいだけだから。ありがとう。普通だよ、普通。だから、売ってないものだよね、俺らが欲しいものは。俺らが欲しいなと思うものは売ってないもの。お金じゃ買えないものだよね。あ、まあ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 、一つの問題。それは、まあ、相所属の欲求とか集団のね、承認欲求の一つなんだけど、俺は人間関係じゃなくて自己実現だと思ってるのね。でも、それってね、スケベじいさん、多くの人は、いい食事を整えた後、次に気にすることって人間関係だから、当たってるっちゃ当たってるんだよ。俺はもうそれ、俺、なんかもうそこもちげえなと思ってるんだけど、俺は。なんかね、あれなんだよ。職場の退職理由の8割は人間関係なんだよね。要は上司が嫌だとか、部下がどうとか、人間関係で辞めてくんだよ、仕事って。だから、実はね、会社の経営者で人間関係をうまく整えようとしてる会社って、給料が安くても幸福度が高い。まあ、当たってるよ。多くの人は、人間関係を重視するっていう。俺は別にそんなほっとけばいいだけじゃねえって思うけど。そうそう、相所属の欲求は3番目じゃなかったかな。生存の欲求、どうだったかな。マズロー。マズロー。ちょっと待って、5段階欲求説。そうそう、社会的欲求、家族集団を作り、どこかに所属しているという満足感を得たい。真ん中だね。生存の欲求の次が安全の欲求。要は快適に暮らしたいとか経済的に安定したいと思って、その次に家族とか集団とかに居場所を作りたいと思う。で、承認の欲求、その集団から認めてもらいたい。で、最後、自分の持っている能力とか可能性とかを最大限に発揮したい。まあ、夢を叶えたいって思うのが最終的な欲求だね。真ん中だね。社会的欲求。まあ、日本においてじゃなくても、お金ないと困ると思うけど。いやいや、まあまあまあ、確かにサービスが供給されてなくて、お金がお金として機能してない国もあるか。だから、欠乏欲求って呼ばれてるんですよ。承認欲求までは。要は自己実現の欲求まで達して初めて成長したいとか、その夢を叶えたいと思うわけ。で、2番目から5番目までのステージっていうのは、要は欠乏から来ると、足りないと、欠乏欲求って言われてる。だから自己実現を達成できる段階にいないってことだよね。あ、そう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 。まさにそうだと思うよ。だから普通の人が持ってる感覚をどっかバグってるんだと思う。俺もそれは貧乏な頃からそうだったもん。承認欲求よりも成長欲求の方が俺は高いと思うね、自分で。だから全然承認欲求満たされないもん、配信やってても。いらないもん。叩かれることの方が多いかんね。まあね、でもそんな中でいい人と出会うけど、数は圧倒的に少ないよね。何十万人と俺の前を通り過ぎてったけど、まあその中でね、まあいろんな、まあのんちゃんもそうだけど、パートナーと出会えていってるから、俺はそれでいいかな。あ、だから家族とか友達とか捨てないとできない職業だと思ってるね。普通の人は止めるよ。だから普通なんだと思うけど、大手って普通じゃないから。だからまあ、共感はあんまり得られないんじゃないの。見てる人もなんか変だと思って見てるはずだから、この人の言ってることわからんって思ってる。
多分。まあ分かる人に分かればいいんじゃん。伝わる人に伝われば俺はそれでいいかなと思ってるよ。でもさ、それって本来さ、夢とかやりたいこととか、なんかこう没頭できるところとかを持ってるはずなんだよ、人って。でもそれを諦めちゃうからお金に走ると思うの。俺には無理だ感がどっかで感じるの、お金だっていう人には。世の中金だとか、金降ってきたらとか、宝くじ当たったらっていう人の中にはね、なんか、あ、やることねえんだな、この人とか、やりたいこととか全部諦めたんだなっていう、なんかね、絶望感が伝わってくるから、あんま絡みたくないのよ。わかりる？そこ。なんか悲しいことじゃん。せっかく生まれてきたのに。実は、実はそこにトライするのが俺は人生だと思ってるから。だからなんか、残念だなって思うよ。アイテムありがとう。そう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 。なんかもったいねえなーって。別にさ、それでプロ目指すとかじゃなくていいのよ。すごく小さな世界で全然構わなくて、自分の自己実現を少しずつ積み重ねていけばいいっていう。なんかもったいないんだよね。なんかその自分が絵を描きたいから絵を描く、映画を撮りたいから映画を書く、曲作りたいからとか歌いたいからっていうだけでいいと思うの。歌が上手いか下手かとか、絵が上手いか下手かとかを超えて、ただその時に没頭してる時が幸せなんだよねっていうのをただ追求していけばよくて、でそこに金がないっていう論理って出てこないんだよね、俺が経験した中で。何かを追っかけてる時に、その金がないからじゃあやめますっていう発想がないから、それがよくわかんねえなみたいな。そこのなんか感覚に対する戸惑いみたいなものはあるよね。もう金がないからやめるぐらいだったら最初から夢じゃないような気がするんだよね。砂場でも何でも絵描いてりゃいいじゃん。アイテムありがとう。で、そういう風に没頭してたら多分周りが助けてくれると思うんだよね。お金に余裕のある人って必ずいるから。ね、スケッチブックと鉛筆買ってあげるようで終わる話だからね。だから結局そこにお金は介入してないじゃん。気づいたら欲しいものが手に入ってたってだけでさ。俺多分カメラとパソコンと編集ソフトと全部手に入ると思うもん。考えてないでしょ。絵描きはそうだと思うよ。絵描くことに没頭してるだけでしょ。わかんない。金のこと、金感情のこと考えながら絵描いてる人もいるのかもしれないけど。あ、つまんなそうだよね。止められてもやるでしょ。
やるやる、全然。止められてやめるぐらいだったらやんない方がいいよ。本当に好きじゃないんだよ、それ。絵が描きたくて描きたくてしょうがなかったら、ただひたすら絵を描いてるし。ね、そういうもんだと思うよ。いつの間にかずっと積み重ねちゃってましたで終わりでしょ。配信もそうでしょ。金勘定のこと考えてると、やっぱ、やめてくもんね。いや、受け取り方の問題じゃないの、それ。それ俺の問題じゃなくてあなたの問題だと思うよ。ありがとう、アイテム。その解釈は人によって違うから、それはあなたの問題じゃないのかな、わかんないけど。そういうふうに聞こえる部分っていうのを俺は別に否定はしないけど、それを俺の考え方だっていうふうに押し付けられても違うよとしか言えないかな。あなたの受け取り方問題でしょ。だって周りの人はそう思って聞いてないよ。俺はネガティブな人を否定してる話なんかしてるつもりないもん。 俺シルバーアクセと旅で金くれって言ったことないよ、一回も。残念でした。ああ、俺ね、借金は良くないと思って、俺の中ではね、嫌なんだよね。今本当にさ、精神的に困ってないのよ。で、やっぱさ、だるい感じでやるっていうのが俺嫌だから、普通に、お金に余裕のある人にお金もらってやりたいようにやるっていうのが一番楽なんだよね、正直、本当に。マジでね、借金してとかバイトしてとかってやりたくないことだから、人生でやりたくないことは一切やらないっていうふうに決めてて、で、本当にストレスないのよ、今。やりたいことしかやってないから。だからね、結局自分が不幸になる原因を積み重ねると未来不幸になると思ってるから、俺はいいね。だって多分、75,803円を10日間で生み出す労力と、配信やってて、誰もね、あ、和道の映画見たいわーって、応援するわーって言ってくれて、いい方にしか働かないのどっちだっつったらさ、やっぱり放送やっててさ、応援してもらった方がさ、いいわけじゃん。で、やりたくないことやって、ストレスや、溜めて、病気になって、苦しんで、いや、映画嫌いになると思うよ。撮りたくないもん、そんなもん。っていうふうに俺は思う。だからまあ、バイトして貯めてやりたい人はそれをやればいいんじゃないっていう。後戻りできないとは思ってないかな。やりたくなくなったらやめるよ、俺は。全然。自分がやりたいことを追求していくから、やめたくなったらやめる。とにかくね、他人に
なんだろう、自分の人生の決定権を与えたくないんだよね。やりたいようにやるよ、俺は。好きなように生きていく。なんか俺がその不幸なもの、不幸な生き方をすると不幸な生き方がこう伝染しちゃうから、やっぱりノンストレスで生きていくことって大事だよ。おはよう。いや俺がやりたくなくなったらやめるよ。うん、仮に24万集まった時にやる気失せたら買いに行かないの。今のところ俺はそれを想定してないから言えないけど、うん、なんだろう、俺は少なくとも今どうしても欲しいものがカメラだから、なんだろう、想定してないことを想定するっていうことがよくわからないから、わからないね、その感覚が。俺はとりあえず25万集まったら買うよ、カメラは。想定してないかな、そのスケベジジイさんが言ってる内容というか、返金っていうものは俺はないと思ってるかな、うん、借りてないから借りてない、知らない、俺他人のことは分かんないから、他人のことは分かんない。だからやめてもいいよっていうか、投げてる人に聞いてみれば、花火投げた人に聞くのが一番いいよ。投げた人の気持ちは投げた人しか分かんないから、まあ、考えるだけ無駄だと思うよ俺は。いいんじゃない？投げてる人と俺の問題だから、投げなきゃいいんじゃない投げてない人が言ってもよくわかんない。お金を舐めすぎ。お金舐めてないよ別に俺は。どこが舐めてると思ったの？全然舐めてないよ。何が舐めてると思ったのかよくわかんないな。俺は詐欺はしないよ。何かしようと思ってやってるけどね。うん。わかんない。俺は慎吾さんの放送をリスナーじゃないからわかんない。慎吾さんのことは慎吾さんに聞いて。うん。うん。まあだって投げてなかったら関係ないからね。そもそも。おはよう。
花火投げてる人がみんなおとなしい人とは限らない。さっきも言ったんだけど、なんだろう、投げてる人と俺の問題を、投げてない人が何かを言うっていうのがよくわからないんだけど投げてないじゃん、コケツは いや俺この人たちに全然関係ないから、あのなんか結果をどうこうとか言われても別に、なんかやりたいことをやりたいだけなんだよ、ただ単に。で、なんだろう、自分のためにやるべきだと思ってるの。自分がワクワクしたりとか、自分が楽しいと思うことを。だから、全然何を言ってるのかわかんないっていう感じかな。別に言い訳に聞こえようか何しようか、この人たち一人一人の問題だから、それは。なんか、よくわかんない。俺は書き込む資格がないって言ってんじゃなくて、なんか関係がない人たちに何か言われても別に何も思わんよっていう。何をそんなに発狂してんのっていう。なんで投げない人が怒ってんのかよくわかんないんだよ。投げてる人が怒ってなくて。そこがすげえ、なんかどういうことってなる、気楽にやりたい、気楽に。なんかかわいそう。
いや、いらないんだけど、別にいろんな意見とか 全然いらないんだけど、勝手にルール決めないで。プロフィール欄に書いてあるから。そうだね、監督になったね。荒野の香典代を旅資金に使う金梅をどう思った？いや、どうも思わないね。別に。旅資金に使っちゃったの？どうも思わないかな。香典代ってだって自分の気持ちで払えばいいんじゃないの？なんか人がとやかく言うことじゃなくない？ありがとう。花火ありがとう。ありがとう。ツバニャンたちと温泉行った。そうかどう思わないのか。サイコパスの名に偽りなし。サイコパスがどうこうとかじゃなくて、金梅さんが自分のお金を香典代にどう使おうが、旅行に行こうが何しようが、金梅さんの人生になんで俺が口を挟むの？だって全然俺の金でも何でもないし、いいんじゃない？別に。別に香典代払わないとしても俺別にいいんじゃないって思うけど。俺まとまった金なんか全然入ってないよ。めちゃくちゃ貧乏だよ。いや、まあ普通にそう思うけどな。金梅さんの金を金梅さんが自由に使って何が悪いんだろう。え、何？花火投げてる人はさ、花火投げた後のお金は俺らのお金だって思ってないでしょ？思ってたらやばいやつだと思うんだけど。アイテムってもともとそういうもんじゃないと思うよ。大体なんで人の香典代を花火で補おうとするのかよくわかんないし。俺は神、どうなんだろうな。神は人じゃないと思ってるかな。俺は神は森羅万象だと思ってるから。まあ神の一部かな。
生活費よりもカメラを買うんですか？そうだね、カメラ欲しいね。まあ生活費必要になったらまた生活費こじるよ。荒野の遺族に渡すって名目で集金したの知らない。俺放送見てないから。なんで荒野に渡すお金を金梅さんに預けるの？俺はそれがよくわかんねえわ。なんで荒野の遺族に渡すお金を金梅さんに預けようとしてんのかもわかんないし。なんだそれ。豪雨の被害。俺はもうそもそも募金っていう考え方が嫌いだね。ボランティアとか。ボランティアとか募金っていう考え方が嫌い。否定派。いや、便所さんのやり方は便所さんでいいんじゃないの？なんで便所さんのやり方を俺に求めるのかわかんないな。便所さん見ればいいじゃん。なぜ便所さんと俺が比較されてんのかがわからん。便所さんには便所さんのスタイルがあって、俺には俺のスタイルがあってでいいんじゃない？アイテムは投げた後のことなんか考えない。いろんな意味で応援したいって。ああ、正しいね。人の思いを踏みにじるという罪。そんな罪は僕はないと思うんだけど、あるの？それって罪なんですか？僕はそんな罪はないと思うと思いますけど、人の思いを踏みにじる行動がすごいたくさんあると思ってるけど、日本社会で。ねえ、金梅さんに聞きなよ。俺金梅さんじゃないから。花火投げるのやめようぜ。募金が嫌いなんだと。俺募金は嫌いだよ。ハートありがとう。たくさんありがとう。はいはい、ワード2。まあまあ、そうだろうね。100人が100人の思いがあると思うよ。ありがとう、頑張るね。ありがとう。コメントは自由に拾っていいんじゃないの？俺なんか全部のコメントを拾わないといけないっていうルールはないと思ってるけど。みんなも書きたいこと書いてるんだから、拾いたいコメントだけ拾えばいいじゃん。なんでダメなの？それが。みんなもそうでしょ？だって、見たい映画見たり、見たい漫画しか読まないでしょ。漫画を読むんだったら全ての漫画を読みなさいとかないでしょ。少年ジャンプが好きだったらつまらない、打ち切り連載されるのも読みなさいとか、こち亀もちゃんと読めとか言わないでしょ。
ジョジョの奇妙な冒険も読みなさいとかさ、みたいな。いや俺ワンピースとナルトだけでいいやとかいう子供いるでしょ。その子の好きにさせてあげればいいじゃん。嫌な大人。ぬ金映えは批判されるの分かってて香典泥棒してるけど、主にはその感覚。俺金映えさんじゃないから金映えさんのこと聞かれても分かんないよって言ってんので、香典泥棒とかじゃなくて、そもそもなんで荒野に、荒野の親に香典を渡したいのに金映えさんに預けるのかが分からないって言っただけよ。分かる？駒田さん、俺にはその感覚あるとかないとかじゃなくて、俺がもし荒野の親に香典を渡したいと思ったら金梅さんに預けないっていうのが1点目ね。で2点目、金梅さんは別に香典泥棒をしたのかどうかは俺は放送を見てないから分かりませんっていう。分かる。でそれでその俺にその感覚がないとか言われてもよく分かんないよ。何アウトロー系な人が和道に映画頑張れって、どういうこと。いや映画を頑張って作ってねっていう人がアイテム投げてくれてるだけでしょ。いやだからね、なんか香典をなぜ金梅さんに渡すのかがよくわかんないし、別に金梅さんが自分で稼いだ額を自分で使う分にはいいんじゃねって思うけど。いや別に投げない人は投げないでしょ。そんなん分かってやってるよ俺。全員が全員アイテム投げないでしょ。そんなん俺が一番よく分かってるでしょ。もうこの世界何年やってると思ってんの。あ、そうなんだ。花火投げてキレられるってすごいね。俺花火投げる人にキレたことはない。あーまあまあ、なんだろう、花火を投げたタイミングでキレたことはないかな。花火を投げた後に面うざからみをされたらキレることはあるけど、花火投げてキレたことは多分ないと思う、ね、おそらく自分の記憶にはないの。だってお金もらってね、嬉しいじゃん。いやなんか金梅さんの話、金梅さんの枠でやってくんね。俺関係ないから金梅さんと。なんか金梅さんが悪いことをした、いいことをしたっていう話にまるで関心がないよ。悪いんだけど。あ、そうなんだ。やばいのかな、どうなんだろう。はいはい。
映画のプロットなんであなたに俺が教えないといけないの？与太郎さん。なんで？なんで俺がプロットをあなたに伝える必要があるのか教えて。俺は与太郎さんに映画のプロットを伝える意味がわからないんだけど。なんかあんの？メアリーラブからあれから連絡来た。いや、なんかめちゃめちゃ連絡来たね。全部既読スルーしたけど。あ、一回だけ返したかな、返信。メアリーラブから来たよ。なんつったっけな。違う名前でリスナーしてる。和道さんも放送を見てる。すいません。私ブロックされてますか？もしブロックなら返事いりません。よろしくお願いします。できた。ふわっちもよくわからないで、狐のこともどういう意味かわからないで見てました。和道さんにキレられてショックでしたが、いろんな配信してる人見て大体分かってきました。名前変えたのですが、コメントとかもう迷惑ですよね。陰ながら応援してます。いろいろすいませんでしたってきた。V シネマはあんまりかな。映画が撮りたい。え、全然喧嘩腰じゃないよ、俺。わかんねえ。俺医者じゃないから適当なこと言えないよ。病院行きな、病院。なんかネットで病気のこと調べるのも良くないらしいよ、あんまり。病院行くのが一番早いよ。いや、iPhone だとさ、限界があるわけよ。で、今、撮りたいものは iPhone でできないんだよね。まあ、言わんとしてることはわからないでもないけど。で、iPhone で撮りたいんだったら iPhone 撮って短編作ってる人なんかいっぱいいるんだから、それ見りゃいいんじゃねって思うんだけど、なんで俺に iPhone で撮ることを求めるのかがわかんないの。な、別に iPhone で作ってる作家のところに行けばいいんじゃない？医者も信用できないけど、俺よりは信用できない？ケイチ。どう？俺に対処法を求めたり、素人に対処法を求めるよりも、お医者さんの方が信用できないかな。まあ、信用できないって言うんだったら、まあそうなんだ、としか言いようがねえからな。ああ、何？夢の中でコメント書いてたんだ。かわいいかよ。私寝てたのか、つって。どんなコメント書いてたんだろう。
何が寂しいの？なんかあった？死んだら楽になれる。ああ、まあ、どうなんだろうな。死んだら感情とかなさそうだからな。死んだらただ真っ暗闇の無音になるだけだと思ってるけど。で、何も考えない空間っていうか、もう本当に何もないだけっていうか。あるのかな？あの世とか。あったら爆笑するけど。どうなんだろう。ないと思うな、やっぱり。ただ終わるだけなんだろうな。まあ病院だね。花火もらって切れたことがないって言ってたから、あるってコメントしてたんだ。そっか、それはごめんね。いや、だから知らないよ。なんなの、その、なんだろうな。アイテム投げてる人がさ、母さん入院したんだ。アイテム投げてない人がなんでこう、なんなの？君たちは。関係ないじゃん。正直。どうでもよくない？関係ない人じゃん。いや、眠りってまだ夢とかあるじゃん。じゃあ最初から頑張れでいいじゃん。そう思わない？どうでもいいんだけど。そう、騙されてざまで終わりでいいんじゃないの？なんかめんどくさいわ、君たち。いやいや、いい、俺もう今後とか、なんか媚び振りたくないし、投げる人投げるし、投げない人投げないだけだと思ってるから。で、投げない人が文句言いまくってて、投げてる人が頑張れ頑張れっていう構造がすげえ面白いの。で、なんかこう、詐欺られるとか騙されるとか言ってるけど、投げてる人からそういう発言が出てねえんだから別に構わないでしょ。ありがとう、アイテムありがとうございます。頑張ります。ありがとね。ピッコロっていうのがあんだ。なんか、なんだろう、ここでグダグダ言ってる人とか俺の映画見ないと思うんだよな、多分。あ、俺ね、LINE ブロックしてるかも。なんでかっていうと、LINE にはルールを設けてて、配信外でピコン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 鳴らされると、すげえストレスになるんだ。だから、配信外でめっちゃ LINE してくる人は俺ブロックしてる。それはもう全員平等にしてる。申し訳ないんだけど。だから配信中の通話のためのツールだから、もう睡眠が取れなくなっちゃうから、申し訳ない。人に頑張れっていう人、どうなんだろうね。頑張るよ、勝手に。勝手に頑張るよ。で、頑張るか頑張らないかをね、人に決められないといけないんだっていう。頑張れって言葉、いや、俺頑張れって言葉自体、頑張るって言葉自体が嫌いで。だからサッカーとかもう爆笑っていうか宗教でしょ、あれ。頑張れー、頑張れー、頑張ってーっつって、頑張ってないやつが頑張ってるやつにさ、頑張れって命令してるんだよ。お前より頑張ってるから日本代表だし、お前より頑張ってるからプロなんでしょ？
なんでさ、頑張ってない観客が、才能のない観客が、才能のあって努力してきたやつに頑張れって言うの。もうめちゃめちゃ腹抱えて笑うでしょ。何これって思うでしょ。いやいや、頑張ってるからこの人は少なくともっていう。なんでこいつら頑張れって言えるんだろうっていう。はいはい、おやすみ。すげえ不思議なんだよな。いや、頑張ってるなーとかだったら思うけど、あ、この人すごいなーとか思うけど、何かに対して頑張れっていう気持ちっていうのは湧かないよね。なんで偉そうなんだろうね。はい、ワドツ。いらっしゃい。頑張れー、頑張れーって。頑張れっていうやつ全員頑張ってないやつなんだもん。いや、わかんないけど、俺はそういう風に見えちゃうの。なんか応援っていうよりもなんか変な宗教団体みたいな。頑張れ頑張れって怖えと思うんだよね。アイテムありがとう、いいね100個ありがとう。何なんだろうね。いや、違う違う違う、俺が言ってるのは頑張ってるかどうかじゃなくて、頑張れって人に命令するのが嫌いって言ってんの。だから頑張ってる人はかっこいいよ、頑張ってる人は好きだよ。そうじゃなくて、頑張ってないやつが頑張れって人に命令する構造がおかしいって言ったの俺は。要は自分が頑張ってないから他人が頑張ってることに共感して自分が頑張ってるように錯覚をした生き物なんだよ。勝ったら自分がすごいと思うし、負けたらなんか批判するでしょ。だからなんかそのなんだろう、野球好きとかさ、サッカー好きっていうのはそういうなんつうんだろう、レベルの低い遊びだと思ってて、うん、ファイトはすげえ好きだね。うん、俺はやればできるのは当たり前だと思ってる。めちゃめちゃ嬉しいよ。ガッキーは嬉しいでしょ。だってガッキーだもん。バカじゃないの？なんでお前らとガッキーを一緒にすんの？そういうところが嫌いなんだよ。そういうところも含めて。嬉しいに決まってるじゃん。めちゃめちゃ頑張るよ。バカじゃないの？本当に。ありがとう。バーガーありがとう。
ガッキーが言うのとお前らが言うのは意味が違うから。あんまガッキーのことバカにしないで。それはだからイラッとするよ。解放に頑張れって言われたら、お前が頑張れよバカっていう。ああ、そう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 。解放最近頑張ってるよね。解放閲覧アクティブ160とか集めてて、ああめっちゃ頑張ってるなーとか思って。ね、ちょっといいじゃんって思ってるよ。おやすみ。最近ね、結果を出してきてるよね。素直に嬉しいよね。ありがとうロビー、ありがとう花火、ありがとう Thank you。いや、弾丸塾見てて思ったけど、解放思ってるより太いなっていうのが面白かった。あれって俺が想定してたよりもはるかに太いぞこいつっていうのが面白かったね。なんつうんだろう、ありがとう応援、ありがとう花火、ありがとう、ありがとうね、頑張ります。なんかね、思ってたよりもね、解放太かったんだよね。なぜなのか。あれ。ん？あれ、キャプチャーできなくなってる。なんだろう。まあ、いいか。たまにある。いいやつだよね。性格すげえいい。
会社の先輩で後輩に頑張れよとか声かけたり、いろいろ教えたりして、後輩思いなんだなって以前まで思ってたけど、その後輩の方が その先輩より成績がいい月があったらしく、その時は無視された。そんなもんだよ。そんなもん、そんなもん。すげえ悲しい話だけど、そんなもんだよ。その時に、すげえ頑張ったなって言ったらめちゃめちゃかっこいい先輩だったけどね。普段頑張れじゃなくて、頑張ったねって一言かけられる人はすげえかっこいいと思うけど。あ、そんなもんだよな、人間。悲しい すげえ悲しい話だよな。まあ結局自分のために言ってたんでしょ。人のために動ける人は稀だよ。なにこれ、すごい。なにこれ。ファイヤーダンスありがとうございます。なんだこれは。ファイヤーダンス、新しいアイテムかな。うわ、すげえお金入ってる。なにこれ。え、2000、え、1500円。ありがとうございます。高級アイテムだ。あざます。ありがとう。なにこれ。バーストタイムのメーターが25%まで溜まりました。少しずつ見えてきたぞ。何が見えてんのか分かんないんだけど、人間って自分より下がいて、ある意味安心させてるところがあるよ。俺はね、下も上も見るのやめた。なんかね、下見てもキリないし、上見てもキリないから、もうそれで一喜一憂したり嫉妬したり劣等感感じたりとか、超くだらねえとか思って、すっげえなんかバカバカしくなっちゃって。例えば自分よりすごい人も自分より劣ってる人もさ、確実にいるわけじゃん、こんだけ人間がいたら。で、そこでさ、誰より上になった、誰より下になったっていうことでさ、一喜一憂しててもさ、すっげえ狭い話じゃん。あ、もうやりたいことやろうってなったね。やりたいことやっていこうって。相手もありがとう。もったいなくない？なんか。要は足止めてるからそういうことできるわけじゃん。だから、誰かと比べたりとか、上見たり下見たりってするときは、超無駄な時間を過ごしてるときだから、わかんない。なんだろうね。バーストメーター。俺もわかんないね。なんなんだろう。まあ、何かが25%まで溜まったんだよ。なんなんだろう、バーストタイムって。なんか、パチンコの格変みたいに、どんどこ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 みたいになんのかな。どんどんどんどこどんどこどんどことか音楽流れんのかな。バーストタイムって。上下関係っていうよりもさ、例えばさ、配信の閲覧とか収入って限りなく上も下もいるわけですよ。すげえ微妙な立ち位置なわけよ。で、あ、誰々の収入羨ましいって言っても自分の収入は上がらないわけですよ。下の人見て俺の方がすげえってやっても収入変わらないでしょ。で、今度じゃあ閲覧数とかさ、イケメンとかさ、いろんなことでも上も見ても下見ても何にも変わんないわけよ。いや、だったら、なんだろう。自分のやるべきこと頑張ってた方がいいよ。
そう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 。で、俺人間関係つうか人間があんまり好きじゃないから、人間すごい好きなんだけど、人間嫌いなのね。だからもういいやって、人間やめようと思って、人間じゃない存在になろうとしてる。俺ゆとりじゃないよ。自分の力を認めることができたら他人と比べることがなくなる。まあ全然比べないよな、意味ないもん。比べても何にも変わらないから、変わるわけがない。うわテンプレメールにリプ飛ばしちゃったよ。嘘だ。うわマジか。嘘だろ。ふわっちの運営のテンプレメールにリプ飛ばした人、俺初めて見たんだけど。嘘でしょ。やっば。すっげえ面白い。今日枠開いてよかった。すげえな、すげえやつ一人いるな。まあ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 いいんじゃない。すげえなこいつ。腹痛いよ。いろんな人がいるんだな。まあさっきも冒頭の話に戻るけどさ、あの話をそもそも理解できることがない人っているわけよ。冒頭で話したんだけど、とある配信者がツイッターでやっぱり世の中金じゃんって言って、俺が普段話してる幸福度と年収の関連の相関図のグラフを見せて、それをキャプってやっぱり世の中金じゃんって、幸せも金で買えるんだって言ったけど、そのグラフウェブサイトに飛ぶと幸せと金の相関関係はないっていうことを示してるグラフを出してるのに、その人はそのグラフを見て、そのページを見て、世の中やっぱり金なんだって言ってツイートをしてるのよ。で、要は理解力がないわけよ、完全な。もうネタですらないの。本気でそう思い込んじゃってるわけよ。だから話を理解できない人に説明をすることは無駄なんだなっていうことを感じてる、うん、はい、いってらっしゃい。
それは説明のうまさとか話の情報が正しい間違ってるとかいうそういう議論にも参加するにも値しないわけじゃん。そもそも話が通用しない人っているのよ。で、話が通用しない人に話すことっていうのは意味がないことでしょ。だって伝わらないんだもん。コミュニケーション取れないじゃん。だからこれってこういう見方もあるんじゃないっていう話だったらまだわかるけど、データを読めない人っているのよ。そうそうそう、自分の都合のいいように見ちゃうんだろうね。いや正直もうなんか多分こういう人っていっぱいいるんだなっていうふうに思ったので、今までさアンチっていうのはわざと俺が言ってることをさ理解してないっていう上げ足を取ってると俺は思ってたのよ。俺と同じぐらいの理解力と知識と あるんだろうなと思ってたけど、噛み合わないわけじゃん。だから、あ、相手にしてもダメなんだっていうことをね、ここ最近感じ始めたっていうかね、でやっと楽になったね。そのツイートが結構きっかけだったんだよ。あ、いくら説明しても無駄な人っているんだっていう。で、補足説明をすることによって理解してくれる人がいるんだったら補足説明をするべきだと思ってはいるんだけど、鼻から理解力のない人に向けて何かを話しても全く意味がないっていうことを最近こう気がついた。それは結構自分の中ではでかいことなの。語るべき相手に語ればいいやっていう。で、語るべき相手じゃない人っていうのも多数いるんだなっていうことは、すごく有益な情報だよね。無駄がなくなるから。だからさ、さっきも話したんだけど、口論とか議論が起こる時っていうのは、俺はどちらかが情報を持っていて、どちらかが情報が足りないから意見の相違が出てしまうっていうのが俺の考え方の。同じ情報量を持っていたら行き着く先の結論みたいなものっていうのは人間同士だったら変わらないっていうのが俺の考え方なのよ。だけれども、だからこそ説明をするっていうことに、こう力を注いできたんだけれども、なぜか伝わらないと、ネットをやってて。で、最近分かった。あ、理解力がないんだっていう。その情報を理解する力のない人がいるんだったら、いくら説明してもいくら議論をしても平行線だよなっていう。俺は最近そう感じた。だから、その叱るべき人に向けて何かと議論をしたりするのは好きなんだけど、叱るべき人じゃない人っていうのはほったらかすしかないんだっていうのが結論。つまりね、配信歴5年目でね、6年目か、6年目でやっとスルーするべき対象っていうのが分かるようになった。アイテムありがとう、おはよう。あ、この人とは議論をしたらダメなんだ。それを見抜く力みたいなものを手に入れたよ。ここはスルーした方がいいなとか、ここはスルーしなきゃダメなんだなっていう。
極端な話ね、5年間スルーとかほとんどしたことなかったからね。俺にリスナー増えるか減るかよく言えるよな。俺すっげえ不思議な感覚がそこなんだよ。よく俺にリスナーが増えるとか減るとかっていうアドバイスできるよな。すっごい限られた人だと思うよ。俺にリスナー増えるか増えないかっていうその議論ができる人って。どの目線で言ってるんだっていうかさ、プロ野球選手がピッチでこう、あ、まあサッカー選手がピッチでサッカーやってる時に、観客が、おい、もっとね、バネ使ったらね、もっといいシュートになるよ、みたいな。みたいな。パスってこうやってやんだよ、みたいな。まあいるけど、そういう人って。そういう人いるじゃん。うん、いや、そこは掘り下げるでしょ。そこはスルーじゃないでしょ。いいの?いや、俺すげえ、でいいのかな?別にいいんならいいんだけど。逆に聞いてみたいよね。どうやったら増えんのか。すごい角度から飛ばしてくるからさ、びっくりするよな。なんか閲覧100以上とか集めるのどれだけ大変かわからないんだろうね。当たり前だと思ってるんだろうね。普通なことなんだと。配信で飯を食える人口とか多分わかんないんだろうな、見てる側は。結構テクニカルな世界なんだよ。みんなはね、ただニートが、ただ椅子に座って喋ってるだけだと思ってるんだろうけど。やってみるといいよ、一回。30分でも。で、30分で、俺よりも閲覧、まあ200とか300集めて、俺よりアイテム上がるんだったら認めるよ。
いや、素直に受け入れるよ。わあ、目から鱗だわ、すげえわーって。ああ、全然リクエストがあったらやるよ、全然。っていうかね、リスナーさんも5人ぐらいね、思考は現実化する買ったんだけど、俺が話してるほとんど、思考は現実化するの話だから、買うといいよ、本。そういう、俺が話してない話、いっぱいいい話が詰まってて、なんかみんなが成功したって思ってる人いるでしょうって、大統領の話とかで、すっごい悲惨なの、自己破産何回やって、奥さん死別してとか、なんかそれでも成功しか目にいかないとかさ、いろんなエピソードあるから、なんだろう、例えばその何かを手に入れるときにあなたは何を差し出しますかっていうかさ、そういうなんか目から鱗的な話があるから、思考は現実化するかって読んでみるといいんじゃない。普通に Kindle 持ってる人だったら無料で見れるらしい、 Amazon で。妬み？わかんない。でもさ、妬んでもさ、俺のこといくら妬んでもさ、なんだろう、何にも得がないじゃん、その妬んでる人って。なんかかわいそうだよね。なんかね、プラスになるんだったらいいけど、プラスにならないかんね、お互いに。なんでお互いにプラスにならないことやっても意味ないじゃん。うん、買ってみるといいよ。思考は現実化するっていう本。すごくいい本だから。まあ、すごくいい本だからっていうか、7000万部売れてるからね。だからさ、なんだろう。うまくいく人はみんな使ってるのよ。だから本とかってさ、すげえ面白いなって思うのがさ、なんだろう。知識の共有をうまくやってるんだよ、うまくいく人って。だって、情報社会だからさ、うまくいく情報とうまくいかない情報があるわけじゃん。よく言われてるのは、情報は上流から下流に流れるって言われてて、例えばさ、さっきもこの話してたんだけど、貧困層って呼ばれてる人ほど、トマ・ピケティとマイケル・サンデルの本は俺は読んだ方がいいと思ってるの。だけど、低所得の人ほどマイケル・サンデルとピケティを読んでないわけじゃん。で、まあ一部上場企業であったりとか、役員とか、まあ教養のあるって言われてる人たちは成功してる人たちなわけじゃん。その人ほど読んでるっていう。だからそういうことだと思うの、俺。だから、それなんでその話をしたかっていうかと、生活保護完全マニュアルを作っていて、豊かな人ほど面白かったっていうの。収入の高い人ほど、すごく、身になったって言ってくれて、低所得者層とか生活保護の人で結構反感を買ってるのね、生活保護完全マニュアル。で、俺と小川さんっていうのは低所得の人たちに少しでも役に立つようにって思って頑張ってるんだけど、逆の現象が起こってるわけじゃん。そう。だから結局あの情報を有益だったって言える教養とか思考力がある人っていうのは生活保護にならないって話なんだよね、残念なことに。だから悲しい現実が待ってるわけですよ、そこには。はい、おはよう。で、いつもなんか本を読む時のコツなんだけど、
本を読む、あまり読まない人ってそういうがっつり読むの。俺も昔そうだったんだけど、なんかね、雑誌とかってさ、頭使わないでパラッパラッってめくるじゃん。漫画とかも、本もそうやって読むといいんだよ。結局全部暗記することって不可能なのね、人間の頭って。で、面白かったらこうループするから、何回も読むうちに深みが増していくから。そうそう、豊かな人はさらに豊かな人になるんだけれども、それには元があるでしょっていう考え方だよね。で、習慣の話なんだけど、あの、心が変わればっていう有名な格言があるんですよ。紹介しようか。これね、結構ね、大学とか、あの、いろんな、なんかすげえ有名な言葉なんだけど、これ誰の言葉だったか忘れちゃったんだけど、心が変われば態度が変わる、態度が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる、運命が変われば人生が変わるって。で、心っていうのをないがしろにしてるんだけどさ、まあ考え方が変わったらさ、行動が変わるわけじゃん。あの、選択とかも変わるわけじゃん。だから、まず考え方が変わる、変えて行動変える。で、行動が変わると習慣、普段生きてる習慣変わるの。例えばお酒飲まなくなるとか、なんだろう、ギャンブル癖がなくなるとか。で、習慣変わったら性格が変わっていくわけじゃん。例えばさ、土方の現場とか行ってごらん。キャバクラの話とパチンコの話と風俗の話と、あと車の話しかしてないから。で、性格が変わるじゃん。それで習慣が変わっていくわけだ。そしたら人格が変わるんだよ。3年とか4年とか経つと人が変わるの、人そのものが。そしたら人生変わるでしょって。すごくいい格言だよね。考えが変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば性格が変わる、性格が変われば人格が変わる、人格が変わればって。俺今すっぱだかなんだよね。理解力っていうかね、あの、偏見だよね。フィルターがかかっちゃうんだと思うの。あの、情報を何か入れようとするときに、一回フラットにすることみたいなものは、何か新しい情報を、例えばね、映画見るときに俺何も考えないっていうことを訓練してやってたりするね。アニメとかも頭を使わないで一回受け入れるっていう、全部で一回受け入れた後に徹底的に考えるっていうことをやってるかな。じゃないと結局ね、何かと比較したりとか自分と比較したりしちゃうと情報が入ってこなかったりするから、むしろね、その作者に寄り添うぐらいに考えた方がいいかもしれない。一回全部受け入れんので、受け入れた後に精査するっていうか、これは本当なのかどうかっていうのを体感でこう、なんていうの、確かめていくっていう、そういうのはすごい大事だね。で、確かめた時にこれ本物だってなった時にはもう自分のものになってるから、一回動いてるから、動くことは大事だよね。うん、パチンコ屋でバイトしてた時、アルバイトの店員さんパチンコの話しかしてなかったよ。あ、すごいおすすめだよ。ありがとう花火。思考は現実化するっていう本、それがね、百何年前の本なんだけど、いまだに、あ、例えばね、トーマス・エジソンとかに取材したり、あの、フォードとか、あの、まあ今でいう伝説の経営者の若かりし頃とかに取材とかやってるから、すごくなんかこう目から鱗というか、フォードに関してはまだ成功する前で、ベンチャー立ち上げの頃に、あの、取材してるんだよね。ただ分厚い本で、なんか半年後に読み終わるぐらいでいいと思うよ。なんかもう興味が湧いたらバーってもう
2日ぐらいかけて読んじゃってもいいかもしんないけど、ガッとね、なんかこう引き込まれるものがあったらいいなとは思うけど、まあ、ざーっと流し読みするのが一番いいな。ペラペラもう気軽にめくる。でその中で自分に足りないものとか自分に関心があるものってハッて止まるから、その時ゆっくり読めばいい。メモ取ったりとか、で一回全部読み終わってからどうだったのかっていうのを考えたらいいよ。で、こういう本に限っては目次で読み飛ばすのは俺はお勧めしてない。体系的に興味付けとか言うんだけど、そのフックとか俺は言うんだけど、気持ちが引っかかるように作られてるの、序盤の方に。だから序盤の方に必要な情報と後半の方に必要な情報っていうのがちゃんと分けられてる体系的な本だから、例えば足し算引き算できないのに掛け算いきなりやっても困るでしょみたいな話なんだけど、順番追ってった方がいい。トロピカルドリンクありがとう。なんだろうこれ、また新しいアイテムかな。ありがとうございます。まあ頭から順番に読んでいくことを僕はお勧めします。なんかだからさ、その情報をどうやって見るのかっていうのは自分の体験で言ったらさ、戦争ってなぜ起こるんだろうって哲学とかにハマってる時はさ、イデオロギーだと思ってたの。で今度宗教の勉強し始めたり宗教の本を読んでると、あ宗教戦争なんだって見えてくんな、イデオロギーじゃないんだって。で今度政治哲学とかを勉強していくと、なんだ政治じゃんって。で経済の勉強していくと、経済戦争じゃんって。でいろんなものを複合して、俺は公共事業説とか、その人間が男が持ってる本能とかさ、まあ、経済でも宗教でもあるんだけど、いろんな要因が絡まって戦争って起こるんだなっていう結論なのよ。で一番面白かったのがさ、気象学を研究してる人がいて、そのなんかオスマン帝国がどうとか、なんかいっぱいあるじゃん、なんとか帝国の戦争みたいな。あれって単純に飢餓が台風とかさ、その洪水とかでさ、食料が作られなくなると他人の土地に奪っていくっていう考え方もあるのよ。っていうようにさ、一個の戦争って見た時に経済学者は絶対経済戦争って見るわけだし、そういうさ、フィルターがかかってしまうっていう部分があると思うんだよ。でも、なんつうんだろう。こう、俯瞰してさ、一個の現象をどう捉えるのかっていうのはさ、見る人の都合なわけよ。だから、なんかこう、もっともっと、教養とかさ、知識みたいなものが身についていけば、一個の情報っていうのを多角的に見れるようになるから、そういう風にはなりたいなと思うね。いろんなものと出会って、いろんな価値観と出会って、こう、偏った情報を持つんじゃなくて、いろんな見方を楽しめるようにしたい。うん、おはよう。いや、ただね、俺今服着てないの、すっぱだかなの。だから、画面つけるのがだるいから、画面つけてないだけ。はい、おはよう。いや、この前ツイート面白かったよ。キノコタン。なんか、キノコタンが、息子が臭くなってるっていう、ツイートがあって、それがすごい面白くて、で娘も旦那さんも別に息子は臭くないよって言って、キノコタンだけはなぜか息子が臭い。でこれ同級生の女の子は臭いって思ってないのかなっていうことを書いてて、で女の子、お父さんが臭くなる時期ってあるじゃん。あれ実は生理が始まって、その子供が作れるようになるとお父さんが臭くなるので、思春期を迎えた、要は精子が作られ始めた息子も
お母さんは臭いって感じるんだっていうのに俺結構感動して、これってこれ一説なんだけど、女の子が少女からこう大人になった時、子供が作れますって言った時にさ、実はお母さんの DNA が入ってるから、実はお父さんってタイプなはずじゃん。お父さんってかっこいいはずなのよ。で、お母さんも旦那さんを選んでるわけだから、パートナーに、自分の息子が絶対かっこいいはずなの。要は性的なタイプなはずなの。これが血が濃くなるのを防ぐために、その子供が生まれる、作れるようになったタイミングってさ、もう要は一番いい時なわけじゃん。生物として。娘も息子も。で、近親相姦を防ぐための本能なんだよね。燻製みたいな匂いはだからしないんだよ。お母さんの方が感じてるだけなの。周りはしないの。だからお父さん臭いも実は娘だけなのよ。そう。だからそれって実は防御本能なわけじゃん。要は近親相姦ってさ、奇形児が生まれる確率って上がるから。女の匂いあるあるある。でもそれはいい匂いなわけじゃん。だからそれ面白いのが何なのかっていうと、女性側が拒否するっていう本能っていうのが面白いと思ったの。要は男性の方は何も思わないわけじゃん。例えばさ、お父さんの経験がある人からしたらさ、娘で欲情はしないでしょ。で、息子ね、男の人だったらわかるけど、お母さんで欲情することは絶対ないのよ。そうじゃなくて、女の人がセーブする本能なんだよ、あれ。なんか面白いよね。こう絶対にその近親相姦が起こらないようにっていまあこれね、再婚だと気をつけないといけないんだけどね。アメリカってさ、ほら、本当のお父さんじゃない人が再婚したときお父さんになるから、実はね、レイプすごく多いのよ。だから再婚してる場合だと気をつけないといけないけど。でも妹とか弟とかとさ、漫画とかでさ、なんかセックスするみたいな設定あるじゃん、 AV とかでも。考えられないよね。 妹で欲情なんか絶対しないよね。これ兄弟ね、妹とかお姉ちゃんとかいる人だったらわかるけど、どんなに綺麗でも無理だよね。 ありえないでしょ。 義理のお母さんと禁断の恋に憧れるんだ。 いや、それは別に否定はしないけど。否定はしないけど、何なのそれ、禁断の恋って。義理のお母さん嫌じゃない？だって親父と姉兄弟ってことでしょ。絶対嫌なんだけど。ないわ。わからん。いや、世の中には変態がいっぱいいるんだよ。全然わかんねえわ。昔はいとこ同士でも結婚してたらしいけど、それで障害持った子供が、ああ、全然あったよ、いとこ同士の結婚って。ていうか今でも、今はさすがにないけど、俺の上の世代、一回り上の世代とかだと結構聞くじゃん。あれ、菅直人ってそうじゃなかったっけ？いとこと結婚しなかったっけ？菅直人がそうじゃなかったっけ？はい、おはよう。いとこ同士今でもあるんだ。まあ、あんまり良くないんだけどね。あんまりよろしくない。だからその皇族がさ、たまに外部の血を入れるっていうのはそれらしいよ。血が濃くなるのが危ないからっていう。
金持ちは結構多いのは、まあ相続とかそういうお金の都合だろうな。カズさんそうだよね。いとこと結婚してるよね。まあだからお金の都合でしょ。資産を身内で回すための、金持ちとか家柄とかそうだよね。橋本龍太郎元総理が、ああそうなんだ。まあまあ完全な大人の都合だろうね。いとこって結構血濃いからな。なんか最近あれだな、すごい幸せだな。なんか昔はさ、辛いこととかさ、ストレスが本当に多かったの。やりたくないこともいっぱいあったのね。今ほんと幸せ、俺。マジで生きてて24時間ストレスに感じることがほとんどないの。俺ね、こんなに人生って変わるのかって思うもん。なんかやりたくないこともやらなきゃいけないと思い込んでたのよ、勝手に。全然違かった。ストレスフリーになることがどれだけ大事か。あ、わかんない。その近親相関でおかしくなった家系は冷めたものばかりだと体壊す。いや、俺ね、俺の部屋冷房ガンガンに焚いてるの。で、部屋からほとんど出ないから、なんかね、夏が来たっていう実感あんまないんだよね。配信がストレスになったり、それも結構気をつけてて、配信がストレスになることもあるんだよ。ボロンジ、すごくいい心遣いありがとう。あるの。だけど、そういう時はやらないようにしてる。で、結構ね、もう6年もやってて、最初はすっごいストレスだったけど、今ね、マジでね、ストレスないね。っていうのも、なんかこう、心理みたいなものが見えてくるの、だんだんと。男官職で苦しんでるってね、みんなが勝手に思い込んでる。っていうのもね、なんて言えばいいのかな。これね、すごく面白いんだけど、便所さんが好きな人は、便所さんがこう言ったら絶対こうに違いないって勝手に思い込むのよ。でも、俺ってさ、ダンカンさんとか北郷さんとか運営さんと一番近いポジションにいる配信者だから、世の中で回ってる情報と本当のことっていうのが全然違うっていうことを楽しんでるのよ。勝手に想像して勝手に広めるの、ネットって。だからね、なんか勝手にそのなんか男官塾が潰れるってこうアナウンスされたりとかして、なんで勝手にこんな判断がこの人ができるんだろうって便所さんに対して思って、それ便所さんの想像でしょみたいな。あたかもその事実かのように広まったりとか、なんかね、こう俯瞰してみるようになったね。あ、なんか情報ってこんな簡単に、噂とかデマってこういう風に広まるんだなって。で、みんながそういう風に確定してるようにこう広まって、で、勝手に亡くなったかのように俺本人に言うわけだから、なんでこの人たちは情報量俺より少ないのに、こういう風に決めつけるんだろうなっていうか。
だから男間塾で苦しんでるんでしょっていうのは多分そういう風に見えてるだけなんだよ。俺からすると楽しくてしょうがないの。わかるかな。そうそうそう、だから一次情報って言うんだけど、二次情報よりも一次情報の方が確実に真実に近いわけよ。で、ダンカンさんがどう思ってる、運営さんがどう思ってる、北郷さんがどう思ってるっていうのはそれぞれの一次情報だから俺はわからないよ。でも少なくともそのなんていうのかな、配信者って一回しか会ったことがないわけじゃん。しかも一人3分ぐらいで、俺は常にその連絡のやり取りしてるわけだから、なんだろうこのギャップっていうか、なんで勝手に世の中って、要はね、印象だけでこう勝手にこう勝手に動いていくの。だから男間塾っていう存在もなんか一人歩きしてるみたいな感じがするの。うん、なんか勝手に広まって勝手になんかこうわちゃわちゃしてて、で本当のことと嘘のこと、ほぼ嘘っていうかほぼ誰かの想像なんだけど、だからね、便所さんってこんだけ影響力あるんだなっていうのは感じたね。便所さんがこうだって言ったらこれだけの人がこう思い込むんだっていうのは影響力だから、あ、この人影響力持ってんだなって思ったよ。うん、だから俺はね、結構ね、最近静かに静観するっていうのがね楽しいね。こうポケーっと見るっていう、結構昔はそれができなかったんだけど、だから自分のことについてもそうだね。うん、あ、パトロールね、最近来てほしい時に来てくれないことが多いので来てほしい時はどこに連絡すればいいですか。そうなんですよ、最近ね、この人ね、来てほしい時にいないんですよ。事件の時いないんですよ。いつもね、平和の時にね、巡回してきてくれるの。いつもありがとうございます。いや、俺は否定しないっていう選択をしたの。いやいや、これね、結構話し合って否定しないっていう選択をしたの。もうこのままほったらかそうと、いう選択をしました。そう、なんでかっていうと、あの時こう言ったじゃん、ああ言ったじゃんっていうやり取りって面白いコンテンツを作る上で不要だよねっていう結論になった。わかる。で、それを多分楽しいと思うのは配信者と配信が好きな人だけだから、そこがね、どうなっても意味がないわけだ。別に便所さんが情報を出すことは別に配信者として全然いいことだから、他の人もやればいいわけだし、だから公式からは公式として正式なアナウンスだけを流してればいいわけでしょって。で、一番大事なのはコンテンツが面白いことだから、コンテンツ作りのことだけ考えてればいいわけですよ。結果はね、話したんだけど、何が言いたいのかわからなかったら、もう一回見てみるか、わからないかで処理してください。僕は結果を話したつもりなんですけど。しかも1個じゃなくて2、3個置いたはずなんだけど。それが理解できなかったら、理解できるようになるか、スルーしてください。どっちが正しいかどっちが間違ってるか競争を最初からするつもりがないんですよ、我々は。わかる。だからそこが違う。どっちが正しいとかどっちが間違ってるっていうことを勝負してない、そもそも。そうそうそう、だから勝手に男間塾がなくなったと思い込んでたっていうのは面白かったね。
でもそれぞれからその叱るべき人には叱る連絡をしてんの。問い合わせ男官塾なくなったんですかって言われたら返信でいい、あのどっ誰もそんなこと言ってませんよねっていう話はしてるから、うん、なんでそう思ったんですかっていう、まあリスナーさんが思う分には勝手じゃん。だから結局影響力ってそういうことなんだよ。発言力とか持ってる人が言うと嘘がまかり通るんですよ。うん。いやだから木のことはなくなった前提なんだよ。だから俺らはだからびっくりしたぐらいなんだよ。うん。だから負けとか勝ちとかって何なのそれ負けとか勝ちとかって何なのだって俺ら便所さんと戦ってないでしょそもそもいつから便所さん VS そのダンカンさんになったんだよそうね、指令まであと半月だね、うん。だからそれが配信能なんだよね全員分の指令は動画になってるからね。25本。あとは誰が勝ち上がるのかね。楽しみだよね。だから弁助さんがいたずらしただけでしょ。うん。かまってる暇ないよ。仕事なんだから。取られるっていう感覚が俺は間違ってると思う。花火師取られるってものじゃないから、リスナーさんは。で
和道専属花火師なんか世の中にいないから。でしょ？あのね、取るっていう考え、取られたっていう考え方がおかしい。ああ、ありがとうございます。たけしさん、ありがとうございます。ほら、世界の来たのから。あんちゃん、ダンカンと来た方が世話になってんな。これ取っとけ、つって。ありがとうございます。ほらな。だから、わかる人にはわかる。わかる。そうでしょ。だって面白いもんに投げるだけでしょ。ありがとう。うん。面白い。世界の来たのが花火投げてくれるんだから。そう、これキャプリテーな。そう、これさ、誰かさ、キャプって俺に送ってくんない？これキャプって、誰か。で、LINE で送って画像。このコメント。誰か、キャプったらやつ LINE で送ってください。これは面白い。これはコメント力高えな。なんかやりそうだからね、本当に。なんかたけしさんやりそうだから、ね、うん、じわじわくるな。誰かキャプってくんねえかな、これツイートしてえな。誰もやってくんねえか、自分でやろう。ちょっとスマホ取ってくるわ。ございます、皆さん。あ、俺がキャプるとダメだな、これ。俺がキャプるとダメだ。あ、ありがとう、ありがとう、キャプってくれた人いた、ありがとう、サンキュー。ありがとうございます、助かります。なんかさ、スマホアプリでさ、メタルスラッグってやつにハマっててさ、メタルスラッグっていう、あのファミコンで結構伝説的な面白さがあるゲームなんだけど、ちょっとハマっちゃってんだよね、スマホゲームに。めちゃめちゃ面白い。寝るかな、そろそろ。
寝るか。でもなんか眠くないんだよな。眠くないんだよな。3連休か、世間は。3連休か。じゃあ皆さん、僕はそろそろお休みになります。ありがとうございました。結構そうだね、溜まってきたね。75,803円でこの枠が6,600だから、8万円ぐらいか。まだ折り返しはないけど、カメラ変えたらいいね。なんかね、やっぱね、あの一眼レフの業界が、まあ、キャノンとかニコンとかがシェア取ってるんだっけ？キャノンか。で、ソニーってね、全然シェア取ってないんだけど、なんかミラーレスっていうのがあるんですよ。まあカメラ詳しくない人はわかんないと思うけど、一眼レフの中にミラーレスって言って、あんまりそのカメラ好きな人から評価されてなかった分野の、まあ中に入ってるプリズムっていうので、要はさ、ファインダー覗いた時にさ、レンズに映ってるものがファインダー覗くと映るっていうのが一眼レフなんだけど、ミラーレスっていうのはそのプリズム自体を外してるの。簡単に言うと、ファインダーで見てるのって処理された映像を見るっていうのがミラーレスなんだけど、ミラーレスが全然ダメだったのね。それがそのソニーっていうのがとんでもないの開発したのが α7 っていうやつで、俺が欲しいカメラなんだけど、まあ確実にもうミラーレスが伸びていって、最終的にはもう10年後はソニーが全部シェア取ってるだろうって言われてるぐらい、めちゃくちゃその技術的にすごいものなのよ。で、これが面白いんだけど、知ってた？みんな。あの、カメラのシェア率って日本のメーカーが 100% 取ってるんだよ。これってすごくない？もうさ、いろんな産業、日本がナンバーワンだと思ってさ、全部さ、韓国とかさ、中国とかにさ、取られてさ、もう産業っていう産業がほぼなくなっていってるわけじゃん。でも、このカメラっていう分野に関して言ったら、世界でナンバーワンの企業が全部日本にある状態の。で、これなんでなのかっていうのが面白いんだけど、コンデジっていうコンパクトデジタルカメラって言われてる業界ってスマホに全部取られちゃったのよ。昔さ、イクシーとかさ、3万円とか2万円ぐらいでさ、コンパクトデジタルカメラって売れてたし、みんなも持ってたでしょ。でも、iPhone の登場で全部やられたんだけど、なんで、この、一眼レフとかさ、ミラーレスカメラって言われてる、高級カメラって言われてるのがさ、中国とかが参入してこないかっていうと、まず、確たる技術が必要っていうのと、コストがめちゃめちゃかかるんですよ。技術が、必要なのとコストがかかる。で、中国とか韓国が得意な分野って、日本がもともと持ってた技術を安く売ることなんですよ。薄利多売でいいものを作るんじゃなくて、安くてまあそこそこのものを作るっていうのが向いてるやつだから、これからも多分カメラのシェアはまあ日本が取り続けるだろうって言われてんの。ただ悲しいことに、この産業は衰退していく産業なんですよ。なんか変な話だけど、なんか悲しい話なんだけど、まだ日本はすごいよっていう話で終わりたいと思います。連休はね、どこも行く予定ないですよ。毎日連休なんで、僕ここもう本当に2年ぐらいずっと連休なんで、はい。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとう。